美味しい。すげえ。やりすぎだってる。なんか弱気だな、こっちのデリカ。うちのデリカ弱気だな。すげえ。そのままじゃマフラー直撃しちゃうでしょ。え？何？いやいやいや。うわ。ちょっと角度つけないとやばい。あ、えー。つうかマフラーが。これ無理だ。あれだわ。あれが当たっちゃうんだ。あのなんだか太鼓じゃなくてあのデビュー装置だっけ、マフラーの途中にある。が今かわしちゃったけどね。そうそう、そんな感じで、それでかわした。あ、かわした。はい、これでかわした。だけどちょ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 、ここもここで。だいぶ斜めに、だいぶ横に向けて下がんないとマフラーが下がっちゃう。開いてんだよ。いつも当選をしてるポールが。俺は生きてんだよって。もう一回行っちゃう。倒れるかな。その角度ならいいんだ。その角度だと当たらない。全然かわした、かわした。おお、上がっちゃったよ。もっと後ろの方がいいと思うけど。危な。思い出すな。もうすぐ行くとちょっと開けたとこがあって、その先が観光です。あ、いいね。いいよいいよ。でもうちょい左に。あ、原どう。もっと左に。あ、これで左、右切って。ああ。ああ。ちょっと誘導。誘導ばっちりだ。先端じゃないってことこれ。先端と。
ね、リアタイヤもうちょっと上だから。リアタイヤが上がってないとダメなんだね。はい、はい、はい。まっすぐ行っちゃうしかないんじゃないの。押した、ハンドパワー、力持ち、ハンドパワー。いやもう一回いたでしょ、一回行ったんだからいけるでしょう。もっと左じゃない？あれ？さっきどう？こんなもんでしょ？もっと左。そのラインでコスパス。こんなもんじゃない？そっちの。この枝がここら辺来る。でも、それだから多分、斜めに行けないイメージがあった。あ、そう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 。少し右です。あ、本当だ、なるほどね。なるほど。岩があるんで、少し右。あったあった。もうちょい右切れます。はいはいはい。それでまっすぐ。それでまっすぐ。一回リアタイヤが動く。そうそう、そこでどうなるかだよ。これは多分こうだろう。で、そのままこっちに抜けてくれない。これちょっと後ろが何も気にしねえや。いったわ。いったわ。めっちゃ石飛んでくる。めっちゃ石飛んでくる。すげえこれ。大飛角度が悪いから悪いね。なんならもっと斜めで。
来た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 、はいはい、クリア、オッケー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 、これね、切り倒していったって。なんだ、ずっとあれじゃない。沼地。そうだよ。あ、抜けた。あ、抜けたっぽいね。あー、行っちゃった。外で楽しんでないで誘導しろよ。ちょっとやめるなよ。怖い。誰言ってるだろ、手前に大きい石あるだろって。エアコンの水だと惜しいって。
エアコンこの時期エアコンあんなに水出るのだエアコンに水出してるよ。何これ本当こんな濡れてんの。オイルじゃなさそうだよでも。ただの水っぽいけどね。あ、多少はでも開いてんだよねこれ。フレームの中に水が溜まってた。ああ、あのさっきのスプラッシュで。よし、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ行きたいと思います。そうっすか、こんなことで。最高でした。じゃあビデオの方はまとめて、はい、お願いしますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あとがスプラッシュの画像が欲しい。ああ、もちろん。はい。送りますんで。はい。気をつけて。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。